아버지, 일본을 좀 더 알고 싶어요. 夢を抱いて日本へやってきた韓国人青年が出会ったのはマイナーなロックバンド。イースヨンと申します。韓国でもそうやって友達同士敬語で喋るの？ユリさんと僕友達？よく확실해。おじそ만나는게やっぱり말해봐。出てけ。何突っ立ってんだ。あんたってそういうとこ最低だな。スヒョンの家族仲がいいんだ。아버지韓国、어머니나사시。お母さん、雨の日でも雪の日でもプロや手作り集めて売ったり。日本を嫌いにならないで。僕がやりたいことが分かった。え、何？彼はあなたの隣にいた一人の青年でした。魂のアーチって言うんだって。おっぱ。何を見つめ、何を守ろうとしたのか。あなたを忘れない。